おすすめのラジオを教えてください。はい、どうも、ケイスケです。お願いします。僕最近ラジオハマってて、夜中とかに一人でね、サウナしてね、ラジオを聞いたりするんですけど、まあ、それでなんかみんなのおすすめがあれば、ぜひ教えていただけたらすごく嬉しいなって思います。ということで、まあ、本日の企画は、久々にユニクロ行ってなんか買ってきた！ユニクロに行ってきたということで、もう買ってきました。まあ、今ちょっと夜中の撮影になってるんですけど、事前にちょっと買ってきて、まあ、それをね、今日紹介したいと思います。そう、まあ、事前にインスタのアンケートの方でね、何の企画やろうかなっていうのを、アンケート取らせていただいて、まあ、それに何件ぐらいかな？もう1000人近くが投票してくれて、本当に嬉しかったです。皆さんありがとうございます。まあ、それで結構僅差だったんですけど、今回ユニクロのこの企画になりましたって感じです。今日ざっくり何をやっていくかっていうと、まあ、僕が買ってきたものを紹介して、でその後にそれをどう着こなすのかみたいなも、まあ、実際に僕が着こなした動画をここに見せつつ、それを解説みたいな感じもしていこうかなって思います。なので、まあ、何を買ったのかっていうのを知った時点で閉じるんじゃなくて、最後までぜひ見てください。お願いします。はい、じゃあということでね、早速買ってきたものを紹介したいと思います。僕は2点買ってきました。今回2点買ってきました。でね、これ結構早く決まったかな。店舗行って、そう、まあ、僕元ユニクロ店員なんですけど、これ言っていいのか分かんないけど、そう、ユニクロ店員で、もともと働いてたお店に、ちょっと遊びに行きがてら、お買い物したんですけど、そう、久々に行ったら、もうほんと物、去年、こんなのあったっけみたいなのが結構多くて、楽しかったです。久々に行ってみたら。まあ、ということで、僕2点買ってきたので、早速紹介したいと思います。まず1点目が、こちらですね。バン。こちら。コーデュロイのバケットハット。一応商品名が UV カットコーデュロイハットですね。UV カットコーデュロイハットって感じです。まあ、バケハっすね、バケハ。まあ、これなんかユニクロっぽくない。いい意味でね。いい意味でユニクロっぽくないなと思って。これ結構スタイリングで使えるんじゃないかなと思って、これ買いましたね。でね、これ値段も安い。これね、1990円、1990円なんですよ。これ結構安くないっていう、学生の人でももう結構手軽に買えるんじゃないかなっていう感じですね。だからコーデュロイのなんか欲しいなと思ってたんで、まあこれほんと秋冬らしさを、その季節感を出すのにもう持ってこいの小物だなと思ったので、まあこれを僕は買いました。まあこれが一つ目かで、後でこれをスタイリング組んでいきます。次ね、2点目。もうじゃんじゃん行くんですけど。次ね、2点目っていうか、もう次がラストなんですけど。2点目はこちらですね。バン。これ、ハーフボタンのフリースかな？まあ、ハーフジップじゃないんだけど、ハーフボタンのフリースのこの緑だな。そう、グリーン。グリーンってお色を買いました。で、商品名が、フリースボタンナッププルオーバーですね。これが2990円。これも安いね。これもすごい安いと思う。で、まあ、このスポンジ素材みたいなフリースで、わかるかな？そう、スポンジ素材みたいなフリースで、これの惹かれた理由としては、もう僕、ハーフジップはすごい好きで、去年ユニクロでこの、ハーフジップフリースが、販売してなくて、一昨年とその前の年はあったんですよ。2年前と3年前かな。1年前が、なんか出なくて、で、ああ、なんか寂しいなと思って。僕も働いてた時は毎シーズン買ってたんですけど。そう。で、今回この、ハーフボタンで出たので、可愛いなと思って買いました。まあ、あとなんか、若干LL ビーンとか、コロンビア感があるから、パタゴニア感とかね、があるから、あ、まあ、可愛いなと思って買いました。はい。で、あとこの色がね、なんか、結構いろんな展開があったんですけど、まあ、この、なんて言うんだろうな、まあ、安いし、なんか無難な色で行くよりも、
まあせっかくだしなんか色物買おうかなと思ってこれにしましたね。まああと普通にカラーリングがうんドンピシャに好きだったっていう感じですね。まあそんな感じ、うん、そんな感じです。あ、でちなみにこれのサイズは L サイズです。僕 L サイズ買いました。165cm で L サイズ買いました。はい、ということでまあこの2点を使ってスタイリングを組んでいこうと思います。まあそれぞれ2コーデずつ、それぞれ2コーデずつ組んだので、まあそれをまあ僕こっちに今 iPad があるんですけど、まあそれでもう一回動画を見ながらまあこここうしましたっていうのをおしゃべりしていこうかなと思います。まだまだ見てください。ということでスタイリングいきます。まずバケハを使ったコーディネートからなんですけど、まあ今ここに動画が出てると思うんですけど、はい、まあ、最初は黒のスラックスに白 T をタックインして、でこれラルフローレンのスイングトップですねを羽織ったっていう結構シンプルなコーディネートなんですけど、で靴はワラビーにしてます。でこれのポイントはまあ、キャップがコーデュロイ、頭にコーデュロイがあるからどっかでコーデュロイを拾いたいなと思って、でこのスイングトップの襟がコーデュロイなんですけど、まあ、そこの襟と帽子頭でコーデュロイを拾えたらすごく可愛いなと思ったので、まあ、これを合わせてみたって感じですね。普通にシンプルな黒のスラックスに白 T をタックインして、まあ、ネイビーを合わせるって感じ、まあ、黒白ネイビーなイメージで、足元に、まあ、差し色としてまあメープルのワラビーを持ってきたって感じですね。であとこれ地味に意識してるのは、これ黒のスラックスって言ったんですけど、これ地味にストライプが入ってて、でこのストライプにブラウンが入ってるんですよ。ブラウンが入ってて、まあそのストライプのブラウンとこのコーディロイの襟のブラウンで色を拾ったっていうことを意識しました。であと足元もまあメープルのワラビーでまあブラウン系暖色系の色にしたって感じです。あと腰元のベルトとかもまあ、あえてちょっと前は見せて、で頭の黒と腰元の黒で色拾ったみたいな感じですね。そんな感じです。これはなんかまあデートとかで着てっても問題なさそうなコーデ、うん、結構いろんなところで着ていけそうだなって。まあこれがジャケットとかでもいいかもしれない。そのテーラードジャケットにしてとかでも全然いいかもしれないって感じですね。僕の一コーデは僕の一コーデ目はこんな感じです。はい、じゃあ次。まあ今その一コーデ目で、まあちょっとトップス暗めみたいな感じだったんで、まあ、次明るめなトップス合わせようと思って、このグレーのハーフジップを合わせてみました。パンツには、ユニバーサルプロダクトのネイビーのチノパン。で、足元はレザーで引き締めたって感じですね。で、これコーデで意識したのは、まあ色を使いすぎないっていうことをまず一つ意識して、で次に、まあ、どっかで頭の黒を拾おうと思って、まあ、ショルダーバッグ、このダントンのナイロンショルダーなんですけど、まあ、この紐が黒なので紐でまず黒を拾って、足元も黒がいいなと思って、普通の黒のスニーカーでもよかったんですけど、そしたら全体的に素材感がカジュアルすぎるなと思ったんで、まあ、あえて足元に、レザーを持ってきて引き締めたっていう感じですね。まあ、ここはレザーじゃないだけでだいぶ全然違ってきちゃうんで印象が、まあ、ここは足元にレザー持ってきたのは結構ポイントですね、このコーディネートは。まあ、あとはこの、うん、トップスもパンツもお気に入りすぎるっていう、このボンボンストアのハーフジップと、あとこのユニバーサルプロダクトのチノパン、これはもうほんとマジで最強っす。はい、まあこのコーデはそんな感じです。じゃあ次フリースを着回していきます。フリースの一コーデ目、はい、ドン、こんな感じで、まず最初は、まあ、シンプルに黒のパンツに合わせました。黒のルーズなコットンパンツですねに合わせました。で、まあ、一応レイヤードで下に白 T を着て、まあシンプルすぎないちょっと個性を出すっていう感じでレイヤードしてます。で、まあこれでもダントンのナイロンショルダーを背負ってて、まあこれなしでもよかったんですけど、まあなしだとちょっとラフすぎるなと思ったんで、まあちょっと、まあここにショルダーバッグを足しました。で、足元ニューバランスの993
で、まあ、ちょっと明るさをプラスしたっていう感じですね。でこれ最初キャップかぶってないんですけど、結構迷ったんですけど、まあ、どっちかっていうとキャップあった方がいいのかなって僕は後から見て思います。キャップあった方が、まあ、季節感が出るし、まあ、シティボーイ感が出るなっていう感じですね。まあ、これでこの格好で冬とかチャリ乗ってたら結構イケてるかもなっていう、って思いますね。なんかまあ自分で言うのもなんだけど、まあこういう格好して自転車に乗りたい、まあそんな感じですね。はい。あとこのパンツはカントリーモーメントってとこのやつで、これもボンボンストアなんですけど、これも結構いいシルエットで、僕のまあインスタ見てる方はわかると思うんですけど、結構こればっか履いちゃうっていう、困ったらこれ履いとけば問題ないみたいな感じなので、まあ、もしよかったらこれもね、まあ、チェックしてみてください。まあ、そんな感じですね。じゃあ2コーデ目いきます。で2コーデ目はちょっと最近アウトドアっぽい感じ、テック系が流行ってるんで、まあ、ちょっとナイロンパンツの気分だったんで、まあ、ナイロンパンツ合わせてみようと思ってナイロンパンツをとにかく持ってきたっていうコーディネートですね。でブラウン系のナイロンパンツなので、まあ、全体的にアースカラーというか、まあ、暖色系、ベージュとかブラウン系でちょっとまとめてみようと思って、で、まあ、キャップに、あの、オンリーニューヨークのジェットキャップ、ベージュのジェットキャップ持ってきて、ここでも、あの、メッセンジャーバッグ、ベージュのメッセンジャーバッグ持ってきて、で、足元はニューバランスの2002のネイビーですね。で、この2002のネイビーも、この白っていうか、まあ、ちょっとアイボリーみたいな色なんですけど、まあ、そこの色と、あとメッセンジャーバッグのベージュと、あとこのキャップのベージュですね。このいろんな部分で色を拾ったっていう感じです。で全体的に色のトーンとしては、まあ、さっきも言ったんですけど、アースカラーと、あとまあ足元はグレーか迷ったんですけど、グレーよりもネイビーの方が落ち着いた色合いになるから、ここはネイビーにしました。グレーだと、なんかあれなんですよね。なんか明るくなりすぎちゃって、ちょっとカジュアル味が増しちゃうんで、まあ、あえてここ足元ネイビーにして全体落ち着かせたっていう感じですね。で、この時も、まあ、欠かさずレイヤードをしてるっていう。まあ、ここに白があるだけでだいぶ、全然印象が変わってきちゃうなって感じですね。まあ、ほんとアウトドア行く時とかも、もうこんな感じのコーディネートで行きたい。で、このフリースは結構いいっすね。個人的に本当に押せるアイテムですね。以上。はい。ということで、いかがだったでしょうか。まあね、4コーデ組んだんですけど、まあ、どれが一番好きだったとか、まあ、これのここもっと気になりますとか、あったらぜひぜひコメント欄に、じゃんじゃんください。お願いします。で、まあ、YouTube でね、やってほしい企画だったりも言ってくれるとすごい嬉しいです。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。